ばんは。こんばんは。今日は私小学自分が小学生の時にとても漢字が嫌いだったんですが、珍しいですね。珍しいんですか。いやでもあれね、先生で漢字が嫌いで、でも先生やってるってことは要領良かったの。いや全くで、どんなに勉強しても点数は上がらなくて、すごい困ってた記憶があって、今先生になってどうすればいいかなって。そうですね、子供はここですね、はい、なぜ漢字嫌いになるのかっていうことはね、覚えられない。覚えられないです。覚えられないんですよ、はい、でもね、漢字ってね、反対に言えばね、覚える必要ないだから漢字ってみんなは暗記学習だと思うでしょ、はい、でも暗記じゃないの。暗記じゃないんですか。はい、これは後で言います、はい、それから漢字嫌い、例えばちょっと勉強するじゃん、はい、でもテストやったらできないでしょ。あ、そうです。私本当そうでした。だから、はい、あんだけやったのにな。あ、そうですそうです、書いたのにこれだけ。そうそう、それはどうしてか、っていうとね、これはあの一つずつ漢字っていうのは単漢字っていうんですよ、こういうふうにね、はい、一つの漢字を覚えただけじゃ漢字学習って意味ないの。はい、あ、本当面白い。どうしてかっていうと、はい、意味が分かんなきゃダメですね。そうっていうことは熟語で覚えてないとダメなの。熟語で覚えるの。だってさ、例えばよ、はい、テストでさ、一つずつ漢字を教わりました、はい、でそれその通り出ましたか。出ないです。出ないでしょ。なんか組み合わせてあるなと、そうすると再現もなく覚えなきゃいけないから、はい、覚えると、だからできないんですよ。それからもう一つこれあるでしょ、これ。あ、もう面倒です。ドリルですよね。ドリルの宿題とかさ、先生がさ、一日家でさ、ドリル100字書いてこいとかさ、ありますね。あと書き方これで、そうそうそう、100個書かなければ漢字はできないんだよって言われるじゃん、はいはい、そうなんだよ。これはね、あそこはそうなんですか。そこはそうなんだよ、はい、でも面倒くさくない。面倒くさいんですよ。で、私が知ってるお子さんなんてさ、はい、あの体っていう字をちっちゃい時に宿題出されて、はいはい、いい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 って100個書いてさ、なくしたい、ほう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 って書いてってノート出したって、はい、それは国語学者の娘さんだったの、はい、そういうのってお父さんがショック受けてて、学校ってこんなことやらせるんだ。だからまず覚えられないっていうのは、これはもう暗記じゃないってことは後で教えます、はい、それからテストができない。そうですよ、はい、一つの漢字を覚えただけじゃ、はい、でもう一つの漢字できない。それからドリルはめんどくさい。そうなんです、はい、めんどくさい。だから楽しくいきましょうよっていうんですね、はい、で私が考えたのは楽観法って言うんですよ、はい、で漢字で楽しく遊びながら漢字を楽に学ぶ、楽に学ぶっていうことなんです、はい、楽に学ぶっていうのは何かっていうと、楽観法を体験すれば漢字を好きになる、はい、うん、だからなぜ漢字嫌いになるのか、はい、なぜ漢字ができないのかっていうことね、はい、ママたちも、ね、私もいっぱいママたちに聞かれて、はい、うちの子は漢字できないんです、はい、本当にダメなんです、はい、だからテストもできないんです。もうみんなこれ同じね、はい、で筆順は関係ない、勝手に書く、はい、筆順の大切さ、あ、分かんないです、分かんないです。筆順の大切さが分かんないですでしょうね、はい、何のために筆順あるかってでしょ、はいはいはい、でもこれ筆順がないとダメなんで、この筆順がいかに大事かって、これが魔法なんでしょうね。おお、筆順もみんな順番があるんですね、はい、ある程度できない。そして漢字ができませんから、はい、できない、漢字嫌いどころじゃなくてできないから、はい、読めない、書けない、はい、本が読めない、本が読めない、読書ができない、なんで本も嫌いです。そう、本も嫌い本が繋がってます。そして意味が分からない、はい、で使えない、はい、作文書けない、そうです、全部漢字なんですよ、はい、じゃあこの漢字をどうしたら好きになるかっていうことをこれから話していくんです、ね、はい、で漢字はね、一つはね、漢字は難しいんです、はい、でもじゃあママたちとかさ、先生たちはさ、なんでお前たちは漢字できないのって子供に言うじゃないですか、はい、子供さんに、はい、これはね、もう通ってきた道だからなんですよ、小学校、中学校、高校とかね、だから漢字できるんですけど、はい、じゃあ例えば大人の人に子供と同じ基準で、はい、この字をさ、読めるか、それ漢字なんですか漢字なんですね、そう、読めるか、うん、
じゃあ例えばバラ、あ、今ほらあのコマーシャルで相葉くんがレモンって言って書いてるからでレモンかけましたって言ってるんだけど、バラかけますか？かけないです。これが小学生の1年生からね、うんうん、っていうレベルと大人が一緒と同じなんです、はい、これ読めないとさ、なんかどういう気分ですか？いやもう嫌ですよね。嫌でしょ？嫌でしょ？あと見たくないんです。見たくないでしょ？嫌でしょ？じゃあバラって言うとかけますか？かけないです。かけないでしょ、うん、どういう感じしますか？もういいかな、カタカナで書いちゃえばいいかなですよね、はい、これでこれをなんで読めないのって言われたらどうですか？読めないものはあ、すごい頭にきませんか？読めないんだよ。なんで書けないの？あなたテストにどうしてバラって言うと書けないの？書けないものは書けないんだ。それが子供なんですよ。だからそれをなくしていきましょうねっていうのが楽観法なんですね。だからお楽しみにしてください。じゃあ一つこれ答え、これ感じなんですけど読めないでしょ、うん、これね人名なんですよ。日本で最大の画数84画、人名です、うん、これはここに書いたんですけど、これに書いたんですけど、ちょっと見ますね。日本最大84画で、タイトっていう字なんですよ。で、これはね、あの明治時代の漢字があの難しいのを作ると流行ってたんです。タイト、またはタ、ダイト、オトドとも読むんです。で、ね、バラっていうのは、まあ、バラのね、あの字を覚えればいいんですけど、だからこういうふうに読めない、書けないっていう感覚を大人でもね、あるのは子供に言っちゃいけないの。だからどうして書けないの、どうしてできないのと言ってはいけないっていうのが、まず一つの漢字嫌いを直すポイントなの。はい、終わり。